動画2日目となっています。2日目今日は、うん、観光、うん、しちゃいます。 Vlog Vlog 初の海の中道に行ってきます、はい、ね、なんかすごい観光スポットなのかな、うんうん、自然豊かな感じの場所に、うん、行きます。楽しみだ ね、 ね、しかも、うん、めっちゃ晴れてる。そう、暑すぎ。なんか雨かなそうかなみたいな、ちょっと微妙な天気予報だったけど、うん、晴れました。めっちゃ晴れてる。晴れ女だ ね、 ね、でもね、ちょっと電車がまだ来そうにないので、うん、今カメラを回してます。うん、なんかすごいアスレチックがある。じゃじゃじゃーん、海の中道にやってきました。到着、到着。サイクリングしながら、そう、ここまでやってきました。すごい岩の上で TikTok ちょっと撮ってみたり、なんか小さい子に戻った気分じゃない？本当にそう、アスレチック楽しい。そう、ここは何ですか？バラ園です。バラ園、バラ園、バラ園、バラ咲いてるかな。あ、チクチクしてるね。で、トゲがある、うん、え、なんか可愛いのいる。なんかなみにしてさ、動物の森だったよ。動物の森、可愛い。確かに。わ、かなみセレブ感出て。青いベンチ、いや、一途色のベンチ。
ベンチ。ベンチ。まあ全然わかんない。初恋サイクリング乗って、一途色のベンチに座りました。絶対これ綺麗だよね。バラ咲いてたらね。今はちょっと咲いてない。本当はこういうのが咲いてるみたいですよ。綺麗だ。アンジェラ。アンジェラ。バビエ。あ、いいじゃん。バカンスの。バカンス。バカンスって。はい、ということで今地図の前にいます。やめましたー。じゃあ、じゃあ、カナミン地図の。はい、じゃあ、ご説明いたします。はい、お姉さん。今、現在こちらにいます。さっきバラ園行ってきたんですけど。はい、はい、はい。バラ園、ラバーミュージアムやっております。で今からこちら動物の森に行こうかなと。どう森カピバラさんがいますね。かわいい。私これやりたい。トランポリン。あ、さっきやったね。いいじゃん。クジラグモフランポリン。フランポリン結構広いね、うん、プールもあったりとかね、うん、絶対楽しいよね。ここね、全部行きたいぐらいだけど。じゃあもう一回自転車に乗って、はい、乗って動物の森に、動物森に行ってきます。行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。ゴーゴーゴー。お、フクロウ。すごい。あ、泣くよ。フクロウ。同じ青なのに。フクロウじゃなくて鳥さんがいっぱいいます。いっぱい。でもすごい、子供が近づいても全然大丈夫。下の子の方が慣れてる。かわいい。すごい。色綺麗だね。ね、めっちゃ綺麗。カナミンも怖くて。さっき吠えられちゃったね。さっき吠えられたんですよ。したらちょっと怖くて。ギュッと踊ってあげたら吠えられた。かわいい。すごい。近くにいるよ。来てくれた。はい。見て。食べられた。食べられた。食べた。やだ。食べられてた。どうしたの？どうしたの？かわいいね。来てくれた。かわいい。すごい。なんだと思ったんだろう。同じカラーだと思う。かわいい。あの子お気に入り。しかもなんか優しかった。はぁみたいな。優しい目してる。え、うちこれホーム画面にしたい。なんか服ありそうだね。うん。かわいい。写真見て、かわいい。めっちゃかわいいよ。なんて素敵なの。目が青いね。かわいい。撮ってあげる。え、かわいい。今、カナミン写真撮って。ツーショット撮って。失礼いたします。おう。失礼します。うん。待って。カナミンが恐る恐る頑張ってる。すごい穏やか、うん、今だ泣け。すごいカメラ向けじゃーん。じゃじゃじゃーん。花を咲いた。やったー。ちょっと暑かったし、ね、ちょうどいいね。しかも福岡ということで、福岡はね、アマオですので。アマオ。やったー。いただきます。いい匂い。乾杯。どうしよう。冷たい。どうしよう。なんかちょっとジェラート。うん、思った。ホットクリーム。うちまだパンダ見たことないんだよね。え、
上野動物園は行ったことない。うーんがパンダは見てたほうがいい。見てたほうがいい。生まれ変わった日はパンダになりたい。いいね、うん、すごい希少な動物じゃん、うん、だから日はパンダになりたい、うん、だって毎日のようにニュースで出るよ。生まれました。パンダのヒーヒーは。ヒーヒーなんだ。ヒーヒー。パンダのヒーヒー。今日は穏やかに過ごしたようですね。ヒーヒー。ヒーヒー。YouTube やったら。24時間観察 YouTube。そしたら一番な。何になりたい？クラゲみたい。いいね。クラゲって何考えてんだろうね、うん、どこに目があるかも分かんないじゃん、うん、あったら目、鼻、口、うん、頭と謎の足みたいな。ごちそうさまでした。美味しかった。それでは